チオグリコール酸アンモニウムとは、チオグリコール酸とアンモニア水を中和したもので、チオグリコール酸の塩類の一つである。チオグリコール酸単品と比べると危険性は低い。パーマ液に配合されるほか、サビ落としなどの洗浄剤として利用される。ケラチンタンパク質に含まれるシスチンのジスルフィド結合をメルカップと元に還元することで切断する。これにより、 タンパク質を分解する。パーマで使用される還元剤の中では、ウェーブ効率がかなり良いとされる。ただし、パーマ液には還元剤以外にもアルカリ剤が一緒に含まれているので、ウェーブ効率は還元剤の濃度やアルカリ剤の種類によっても変わってくる。チオグリコール酸アンモニウムは安定性が高いため、高 pH で効果の強い薬剤を作ることができる。アンモニアの揮発性が高いため、 一剤放置中の時間経過により、pH が低下するので過剰反応が起きにくいが、揮発したアンモニアにより刺激臭がする。ウェーブパーマや、縮毛矯正など、強い還元剤が必要な際によく使用される。また、肝入詰めの治療薬として治験が進められている。その他、除、錆剤や自動車のホイールなどの鉄粉除去剤としても用いられる。 鉄粉の付着原因となっているサビを還元することで溶かし、鉄粉を分離させる。この際、ブレーキダストは紫色に変色するため、洗浄の目安となる。ありがとうございます。